どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はですね、ウィーン国際空港に来ております。まあ来ているといっても、滞在しているわけではなくて乗り継いでねこの場所にいるわけなんですけども、今回もねフライトレビューということで、ウィーン国際空港からワルシャワの方にですね、次もね前回と一緒オーストリア航空で向かいます。で今回ね、機材もねもしかしたら一緒かもしれないですし、ビジネスクラスなんですけどね、ですのでちょっと内容はねかなり一緒になってしまうかななんていうふうに思いますので、もしね一緒になるようであればですね、その次ね、このウィーンからワルシャワに行ってその後また乗り継ぐんですけども、まあ、その動画とね一緒に出すかもしれませんので、まあ、この点はねちょっとやりながら決めていこうかななんていうふうに思いますので、この点ねご了承ください。ということで今ね、ウィーンの方につきまして、今10時46分ということで、で次のフライトはね12時20分のフライトっていうふうになりますので、1時間半ぐらいありますので、ここにはねプライオリティパスのラウンジがあるかどうかちょっとまだ調べておりませんので、ひとまずねラウンジの方ね探していきたいなと思います。ということでラウンジの方ね行きましょう。ワインじゃん、一通り全部ありますね。ジョニーモーバーこっちにわからないですね、何の料理だろう。トマトとフルーツ、あとパンもありますね。サラダ類ですね。これはジュースかな。あ、100% とかだと多分ジュースですね。これはちょっと何かわかんない。シャンパンかな。シャンパンっぽいですね。で、ソフトドリンク、自分でボトルから入れる系なんですね。あとケーキが、あとスナックとコーヒーマシンっていう感じですね。ということでこちらはですね、スカイラウンジっていうラウンジに入ってまいりました。非常にねこの隣にスターランスのラウンジがあるんですけど、非常に分かりづらい場所にありますね。Gゲートの入り口の裏みたいなところにあるんで、ちょっと分かりづらいかもしれないんですけども、一応ね、スタイランスのラウンジも、プライオリティパスで入れるね、ラウンジもあります。ちょっと頑張って探してくださいとしかね、言いようがないですね。制限エリアにいるので、またその Gゲートっていうゲートに行くにもね、セキュリティチェックみたいなのがあるんで、ね、その G ゲートには入れないんですよ。ですのでその G ゲートの裏側にこれがあるみたいな、だから私は F ゲートなんですけど、両方のお客さんが利用できるようになってるんですけど、非常に分かりづらいです。ということでシャンパン、ちょっとねさっきの比べてねお腹はパンパンです。これだけいただいて、あとはランディもう一個はしごして過ごしていようかなっていうところですね。まあ、ちょっと、ね、もう食べれるよう正直ないです。多分この後のフライトでも、ね、軽い食事出ると思いますから、ということで、ね、これ飲んでスタイルからね楽しみに行きたいと思います。まあ、ここね食事アルコール、一応ねシャワーもあるみたいな、あいいですよね。インターネットアルコールシャワーソフトドリンクということで、ちょっとねシャワーはここじゃなくていいかなっていうところですね。はい、ということでシャワーはここで利用しないんで、次にまた乗り継ぎがあるんで、まあ、そこで利用できればなっていうところですね。ちょっとまだ11時なんでね、ちょっと早いですけどねということなんで、まあ、しばらくまったりしながら待ちたいと思います。ではね、こちらがスタイルズゴールドのラウンジで
ですね。それ以外にもビジュアリーエア、ミックスエアとかコリアンエア、エリーハードとかここら辺とかも、一緒にラウンジ運営されてる感じですね。では行きたいと思います。では買ってきました。コーヒーマシーンとあったセフト、ビールもありますね。ビールすごい種類あります、ね、こちらフレッシュジュースですね。こちらにスイートポークもありますね。ジャックダニエルまだすごいですね。めちゃくちゃ充実してる。こちらもシャンパンとかありますね。でリンゴとバナナ、リンゴシェイクですね。こちらはインゲンとかお野菜ですね。ハムとかチーズとかパンですね。あとこれは何だろう、ハムですね。ケーキっぽいですね。一応それとあとミルクスープとかもあります。ということでスタイルスランチを入りました、ね、ちょっと誘惑に負けて豚肉なんですけど、めちゃくちゃ美味しそうです、ね、1枚だけ先ほどのね、フランチは、あとね、食事場を取るところはね、食事場を飲むのがあるので、私ね、見てたんですけども、特にね、ローマンフランってめちゃくちゃ高いんです。ですね、食事のところに人が集中している感じで、奥の方ってね、かなり空いておりました。で、こっちはスタイランスラウンジということで、まあ、こっちもかなり大きいですね。なので、混雑状況が、まあ、同じぐらいですかね。向こうもこっちも結構混んでたんで、空いているラウンジっていうのはそうですね、その2つしかね、ラウンジはないと思います。今まで食べてきた豚肉の中で断トツの1位で柔らかいですね。というのはラーメン二郎のチャーシューより柔らかいですね。いや、これすごいめちゃくちゃ美味しいです、うん、ウィーン国際空港来たらぜひスターランチでこのスターランチランチでこの食べてみてください。皆さんね、これが人気みたいで、ね、3枚取ってしまうね、結構多かったですね。だから先ほどあれいただいたんです、コーラで。ということで、あとね、登場まで1時間ないぐらいありますので、まあ、50分ぐらいね、ここでゆっくりして、そのゲート行きたいと思います。あのゲートから誰か歩いてきたらね、ちょっと早めに出たいと思います。ここね、チームゲートの落下版ということで、かなりね、多いですね。あの多分スターランスは F ゲートから出てるとだと思うんですけど、ちょっと違ったらすいません。ちょっと早めに出ていきたいと思います。ということで搭乗時刻になりましたので、そろそろねゲートの方も向かいたいと思います。ちょっと早めに出てます。結構ね遠いんで、12時20分のね搭乗開始なんですけども、今ね今12時ですね。ではゲートの方行きたいと思います。それではゲートに着きました。こちらですね、13時発の秋川行き OS623 ですね。思ったよりね、ゲート近かったんで良かったです。
ひとまずここら辺でのんびりして待っておきたいと思います。こんな感じで大きいね、窓があって飛行機がね、たくさん見れていいですね。もしかしたら私が乗る飛行機まだ到着してないかもしれないですね。ディレイの可能性がある気がしてきますね。ひとまずここら辺で待ちたいと思います。ということで搭乗開始いたしました。飛行機到着してないように見えたんですけど来てたんですね。よかったです。ひとまず搭乗していきたいと思います。ということで置き止めです。はい、バスがね待ち構えていますね。いや飛行機ないと思ってたんですよね。では乗っていきましょう。いや初ですね今回ね。ウィーンの空港飛行機がたくさん見れそうで、まあ、ちょっとどのぐらい見れるかちょっと分かんないですけどね。通りで優先搭乗がなかったのかもしれないですね、うん、あってもなくても変わんなくなっちゃいますもんね、バス移動。ということで多分ね全員乗せていくんだと思いますのでしばらく動くまで待ちましょう。では到着しました。では一番最後から乗りましょう。私001A っていう一番前の座席なんですよね。1個前のフライトと同じですね、はい、これね ANA の特典航空券だと座席開放がねかなり少ないみたいで両方とも 1A しか選べなかったみたいな感じですね。でも結構あれですね、浮き止めの飛行機もあるんですね。あちらも浮き止めで今ちょうど登場してますね。いやーいいですね。では乗っていきましょう。いやーいいな。浮き止めなんていつぶりかな。日本の国内線の乗った以来ですかね。ボンバルディアか CRJ かそこら辺で一回あれがありましたけど、それ以外にはなかった気がしますね。ということで無事に到着することができました。先ほどやっぱ機材違いますね、はい、ちょっとね字がちっちゃいんですけど、ボンバルディアの E95 ですね。じゃあなってます。で今回もね 1A という座席で一番前側の座席ですね。一応ビジネスクラスなんで隣が来ないからビジネスクラスかもしれないですね。ちょっとねここよくわかんないです。一応ビジネスでね発見しております。シートピッチャー先ほどちょっと違いますけども、ちょっとすみません、ここぐらいですかね。要するに向こう側のね、ここが入り口の仕切りがないんでちょっと足が長く伸ばせる感じですかね。相当はありません。ブレールの負担はこれだけあるだけですね。でこちらは先ほどと一緒ですかね。はい、エチケット袋と、機内販売と食事メニューという感じですね。ということで窓はねこんな感じで楽しめる席となっております。なんか黒い車が止まってて、なんかビップかなんかよあれだったのかっていうんですかね、ちょっとよくわかんないですけども、黒い車が止まってサングラスをかけてスーツの人が鋭い目線をこっちに寄せておりますけども、シートピッチはこんな感じです。先ほどとそんなに変わらないですね。ちょっと狭くなったかなぐらいですけども、まあ、お隣さんね多分ビジネスなんていらっしゃらないと思うんで快適ではないかなと思います。先ほどね隣に上げてその隣にはねお客さんいたんでちょっとトイレには行きづらいみたいなそんな感じでしたけど、逆にね飛行機はちっちゃいけどこっちの方が快適かもしれないですね。もうねドア閉まると思うんですけども、もうしばらく待ちたいと思います。
れだよね、ワルシャワ国際空港に到着しました。ということで無事ね、ワルシャワ国際空港に到着いたしました。で今回ね、ここからまた乗り継ぎということで、今回のはね、ここで一旦区切らせていただいて、次ののはね、楽しみにしておいていただければなと思います。で次のフライトはですね、このワルシャワからインドのデリーに、ね、行きます。ということで今回のはね、こんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はですね、ポーランドワルシャワ空港に来ております。まあ来ていると言っても、まあ前回の動画の続きということで、ウィーンからね、このワルシャワに乗り継いで、ここからね、ワルシャワからインドのデリーにね、次は LOT ポーランド航空のビジネスクラスで行きます。ということで今回ね、フライトレビューという風になると思うんですけども、 LOT ポーランド航空のビジネスクラスね、今回私初めて乗りますので非常に楽しみにしております。おそらくね、22のビジネスクラスなんじゃないかななんていう風に思ってるんですけども、残念ながらですね、あの真ん中の座席しかね、指定ができなくて、まあ、空いていればね、窓側の方をね、あの利用させていただきたいなというふうに思うんですけども、ちょっとこればっかりはね、なんとも言えない感じですね。今回ね、おさらいすると、ローマから、ウィーンでワルシャワでインドのデリーということで、こちら3区間でね、発見しています。まあ、これしかね、あのルートがなくて、こういった形になったわけなんですけども、まあ、全部ね、ビジネスクラスで、この最後の区間だけ、LOT ポーランド航空で利用させていただくっていった形になります。でね、今ね、2時47分で、フライトは5時20分ということで、まあ、まだ2時間以上ね、ありますので、できればね、シャワーがあるようであれば、ラウンジでね、シャワー浴びたいんですけども、ちょっとね、ラウンジ探していきたいなと思います。ということで、LOT ポーランド航空ビジネスクラス、楽しんでいきたいと思います。ということで、こちらは、ボレロエグゼクティブラウンジっていうね、フライティパスとかラウンジキーとはね、対象になってるラウンジですね。はい、ひとまずこちらを見てみましょうか。行きましょう。パスタ、これは何でしょうね。あとはヨーグルト、あとスープですね。こちらに食べ物があります。これソーセージ、あとこれは何だろう、ブラウニーみたいな感じのでビール、スパークリングワイン、ワインとか、バランタインとか、でこちらのスイーツ、ケーキみたいな、スナックがすごい高さありますね。見ましょうかね。こちらは何、キッシュですかね。っていう感じの。ではね、ラウンジに入ってきました。かなり混雑してますね。でもね、食べ物、飲み物、一通り揃っておりますので、まあ、結構いいんじゃないでしょうか。ちょっとランチの情報面見てみましょうか。ここは、エグゼクティブラウンジポレロって感じですね。はい、合ってます。まあ、ここは、Wi-Fi、アルコール、ソフトドリンク、テレビ、ファックス。最高4時間までっていう感じですね。うん、でファックスは書いてあるけど有料みたいですねっていう感じです。まあ、この空港にもね、喫煙所とか、ね、ありますんで、ヨーロッパのほとんどの空港ってちゃんと喫煙所があるんですね。びっくりでした。アメリカもほとんどないですもんね。ということでスパークリング、おいしい。ひとまずこれを飲んでね、この隣にLOT ポーランド航空のラウンジがありますので、そちらもちょっと見ていきたいと思います。ちょっと疲れてきましたね。で次のフライトはですね、15時40分の、ボビングタイムで、搭乗出発予定が18時25分
で到着が明日の朝6時ということで、まあ、大体11時間ぐらいかかるんですよね。ですね、かなりね長距離フライトっていうことになりますので、でこれからはね本番っていった形になります。まあ、今日でねもう2つ飛行機乗ってきてますので、はい、ということでここでねちょっとシャワー浴びてゆっくりしてね搭乗を迎えたいなと思います。まだね3時なんで、はい、まあ、今ねゲート見てきたんですけど、そこまで遠くなかったんで17時20分ぐらいねここで搭乗していきたいなと思います。ということでちょっとこれの隣のランチ行きましょう。では隣にやってまいりました。こちらですね、 NOT ビジネスラウンジマズレックって読むんですかね、スタイランスゴールドのマーク入っておりますので、こちらですね、英語航空、カナダ、エアチャイナ等々のスタイランスグループの指定ラウンジにもなっております。こっちの方が多分混んでるんですかね、どうでしょうか。ひとまずね行ってみたいと思います。いらっしゃい。ハロー。Thank you. では中に入ってきました。でシャワールームを借りようとしたらちょっとね清掃はされてなかったんで、まあ、食事エリアに来てます。ケーキとか野菜が結構充実してるので、後でいただきましょう。トロピカルジュース的なのもあります。ヨーグルト、あとフレッシュジュースとかもありますね。チーズ、お水、クリームシロップ相当あります。スナック菓子もね。で、これがビールか。ちょっとビールが分かんないですね。ありました。ビールのお店。タキとかありますね。こんな感じになってる。では、ね、シャワー入ろうと思ってもね、ちょっと利用できないんで。じゃあね、かなり混雑してます。まだ時間なので今多分清掃してくれてると思うんですけど、多分終わったら声かけてくれるんじゃないかなと願っています。ということでちょっとビール飲みながら待ちたいと思います。ということでシャワールーム行きました。こんな感じになっております。まあお手洗いがあってバスタオルと、あとこれはフェイスタオルかな、足拭きマットがない珍しいパターンですね。うん、足も全部これでって感じですかね。はい、で、あ、出たアメニティ1個パターンですね。はい、シャンプー、ボディーソープが全部1個のやつで、可動式のシャワーと固定式がある感じですね。それ以外には特にないですね。はい、っていう感じになります。大きく網があって、お花があって、あと手拭くタオルとかがあります。じゃ若干ね、はい、ちょっと下水っぽい匂いがするんで、あんまり居心地は良くないかもしれないですね。はい、ということで、まあ、せっかくね、利用できますので、利用していきたいと思います。ちょっとね、匂いに敏感な方はちょっと嫌かもしれないですね。でもね、隣は一応ね、プライオリティパスの情報では、シャワーなしって書いてあったんで、多分こっちしかないんじゃないかなと思います。では、入りましょう。あ、最高ですね。あ、すごい。あれ、あれ、冷たい、冷たい、あ、冷たい、大丈夫だね。ということで上がりました。なんかね、このシャワーね、あんまり調子が良くないみたいで、あれですね、こうお湯になって水になって、お湯になって水になってを繰り返すっていうね、結構レアなシャワーでしたね。はい、まあ、使えるのは、ね、ありがたいんで全然いいんですけど、びっくりしました。いやね、入った時にね、お湯がマックスで熱い方向に向いてたので、いや、こんな熱いので入る人いないだろうと思ってたら、そういうことだったんですね。私もね、左のマックスってね、ずっと利用してたんで、やっとね理由が分かりました。ということで、髪の毛、まあ乾かさなくても大丈夫だと思うんで、ラン情報戻りたいと思います。いやでもね、これから11時間フライト控えてますんで、ありがたいですね。ということで、ラウンジの方で戻ってまいりました。シャワーから開けたらね、結構空いてますね。はい、結構あれだったんですかね。集中してたんですかね。今ね、観察いただいておりまして、ちょっとね、
まだ1時間ぐらいありますんで、仕事ね、して、工場待ちたいと思います。炭酸水じゃない、炭酸水と思ったら普通のお水でしたということで、しばらくね、ここで仕事して、工場ね、待ちたいと思います。飛行機はね、本当に目の前にガツンと見えるんでね、このラウンジね、非常にいいんですけども、日差しがね、めっちゃ入るとね、この窓側の席めちゃくちゃ暑い。さっきね、そこら辺にいたんですけど、めちゃくちゃ暑かったですね。はい。ということで、もうしばらく、到着待ちたいと思います。まあ、食事はね、多分、機内でね、ちょうど5時台なんで、すぐね、夕食になると思いますんで、まあ、今回ね、食べないで、飲み物だけ飲んでね、過ごしたいなと思います。ということで、ラウンジから出てまいりました。今ね、5時21分で、5時40分の搭乗時間ですね。ということで、ゲートの前で待っていたいと思います。いや、シャワーも浴びれて、すっきりできたんで、フライトね、楽しめると思います。ちょっとお腹空いたんですけどね、多分、すぐね、機内食出ると思いますんで、そちらもね、楽しんでいけたらなと思っております。ということで到着しました。しばらくここら辺でね、待ちたいと思います。本日はこちらですね、18時25分発の LO7071 便のデリー行きです。これ16、15両方ともこのゲート使うみたいですね。ということでここら辺で待ちましょう。はい、 Okay sir、 electronic visa、 That's it。